どういうこと？バラバラにしても生きてんの？なんで？キモ？やっぱ僕デビルハンター嫌い。みんなそいつ食べちゃって。なんでこいつらは十分恵まれてんのにもっといい生活を望んだ。俺も同じか。ポチタがいる幸せだけじゃ満足できなくて、もっといい生活を夢に見たんだ。そうか、みんな夢見ちまうんだな。じゃあ悪いことじゃねえ、悪いことじゃねえけど邪魔すんなら死ね。さすがに食い殺しは死ぬだろう。あんたたちの方は心まで悪魔になっちまったみてえだな。デビルハンターとして雇われてるからに悪魔はぶっ殺さねえとね。うがいをしたあとは前菜に生娘だな。メインは肉好きのいい男、デザートは妊婦がいい。俺の胸返せ。私の血を飲んでる、気持ち悪い。貴様の血など飲む気も起こらんわ。ポチタがいなくなった時があった。朝起きたらポチタはいなくて、街中を探しても見つからない。悪魔に食われちまったって思ったけど、家に帰るとポチタは泣きながら俺を待っていた。ほっとしてそのまま一緒に寝たのを覚えてる。あいつはニャーコを悪魔に奪われてどんな気持ちで眠ってたんだろう。まずは回復だ。タバコ臭い血だが今はよろそう。なぜ生きてる？散々な目ばっかあってよ、我慢しかしてねえのにまだ人混みもしてねえ。戦争が出ねえ。血が足りねえのか。てめえ、俺をかばいやがって。余計なことすんじゃねえよ、クソが。俺は誰かに借りつくんのもううんざりなんだよ。外出れたら貸し借りなしだからな。Oh!
俺は誰かに借りつくんのはもううんざりなんだよ。外出れたら貸し借りなしだからな。血流して俺がてめえの血飲んで回復か。永久期間が完成しちまったね。これでノーベル賞は俺のもんだぜ。にしてやる。心臓は傷つけないで。なんかわかんねえけど、てめえらが悪いやつだってことだけはなんとなくわかったぞ。悪いやつは好きだぜ。ぶっ殺しても誰も文句言わねえからな。もう一回殺してやろう。出たな、もみあげマン。待て待て待て、少し話さないか。あ？お前の態度次第じゃ俺たちは投降するつもりだ。俺たちはただ怒りを収めたいだけなんだ。デンジ、お前はこいつらの仲間と俺のじいちゃんを殺した。その償いをしてほしい。てめえのお仲間もじいちゃんもゾンビなってたから殺したんだぜ。嘘つくんじゃねえ。学歴のねえバカすぐ嘘つきやがる。まあいい、それが仮に本当だったとしてだ。ゾンビも元は人間。そいつらを殺してお前は心が痛まないのか。全然。俺も沢渡りにいろいろされてな、心臓が刀の悪魔になっちまってるみてえだが、そんな俺でもな、うっかりゾンビを殺しちまった夜には眠れなくなるぜ。お前に限っては心がもう人じゃねえんだよ。少しでも人の良心が残ってるなら俺たちにおとなしく殺されねえか。うん、やだ。なるほど。じゃあ切り殺してやるよ。やってみろよ、ベーケ。何？俺を切り殺すんじゃねえのかよ。